結末が予想できないもんね。うわ、鳩が鳩っぽい。鳩が鳩っぽいってすげえ頭悪そうな感想だけど、アンドロイドだこの人も。おおお、動かせる。あ、これがなんかその革命軍のやつじゃないの。どこ行きゃいいんだ。あ、同じことできるんだ、コナーと。できてたぞ今。そこになんか調べられるとこあんね。読む。雑誌が落ちてる。はい、見つけた記事はボーナスページで読み返すことが可能。あ、え、雑誌ってなんかもうそんな感じなの。映像なんだ、ページめくるんじゃなくて。へえ、これちゃんと読んだ方がいいかな。なんか後に関係あったりするかな。気候大変動、あんまりストーリーに関係はなさそうだけど。さあどこに行こうかな。なんかもうさ、誰がアンドロイドで誰が人間なのか全然わかんねえよな。こいつらはもう何なの。君は、あ、ベリーにペイントはこちらにはない。ちょ、今何が目的なんだっけ。あ、ベリーにペイントで注文なんとか受け取る。はははは、 なんか店に行くんだね。そっかそっか、目標見てなかったわ、ごめんごめん。ん ?L1 って出てる。あ、なんか見るっていうコマンドだ、その光景を。あー、後ろの人がアンドロイドなんだな。へー、これは人間か。区別つかねー。信号渡りますよ。これもなんかアンドロイドっぽいな。 R2 で GPS を使う。あ、GPS。あ、なるほど、なるほど。60メートル先に目標があるよっていうのをこうやって示してくれてるんだ。あの矢印がストンストンって落ちてるところ。はあ、なるほどね。アンドロイドすげえな。この人は自我を持ったアンドロイドなわけだよね。自我を持っている。お、なんか見れるよ。映像すごいわ、なんか普通の感想だけどさ。はあ、なんだなんだなんだ、何の掛け声だこれ。なんか聞こえんな。あ、なんかデモみたいなのしてる。ベリーにペイントはこちらにはない。ごめんごめん、今行くべきじゃないんだね。とりあえず目標まで行こう。なんか今かすかにこの世にはびこるアンドロイドみたいなこと聞こえたな。オードローンだ。アンドロイドのことを嫌いな勢力っていうのもいるんだよね。アンドロイドに仕事が奪われたりしてるからさ。これなんか現実でもね、いつか問題になるみたいな話だけどさ。こっちじゃない、これか。ベリーニペインツ、この店だ。よし、で注文してたものを受け取るっていう感じ。こんにちは。接続する？ ID 認証完了。うわ、そういうシステムなんだ。進みすぎている。オーダーナンバー847。この人は人間か？$63.99です。お支払いの手続き。あのピカピカついてないな。払う。上、あ、ついてた。うわー、アンドロイドとアンドロイドで手続きを完了しました。手に取る。もうなんか人間って必要かみたいな気にすらなってくるな。アンドロイド便利すぎるだろ。で、品物を受け取ったのでここには用がないと。次はどこ行きゃいいんだ。R1 でカメラの角度を変える。てかもうこれ今もう始まってんだよね多分。フローチャート、うわー、フローチャートいろいろ出てる。もうすでになんか選ばれなかった世界があるじゃん。ベリーにペイントに行くの前になんか分岐みたいなのあって。
これは面白いな。さて、どこに行こうか。バス停か。次バス停はこっちではない。バス停を目指せばいいのね。おー、 GPS 向こうだ。わかりやすい。これ向かってみよう。おい、うせな、客が寄りつかないだろ。んだとやんのか。居座ってやろうかな。この人は人間か。そうだよな、アンドロイドは飯食わねえもんな多分。あ、怒られる。こんなのあるんだ。まだ居座ったらどうなるかな。あ、お客さん来てる。ホットドッグ一つ。すげえ邪魔してやりて。腹立つなこいつ。なんだよ、俺にも売れよフランクフルト。おい。これ以上は何もないのか。ああいうこともあるんだな。へえ。バス停は向こうの方。あ、あれはデモの近くじゃん。あいつらの邪魔もしてやりてえな。それともまたホットドッグ屋の邪魔するか。あ、でもあれだ、この人は店員さんもあれだな、アンドロイドだな。うわ、アンドロイド禁止しろって言ってるよ。おい、アンドロイドが通るぜ。おい、どこに行くつもりだ。バス停だっつんだよ。邪魔すんな。面白い。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。やべえ集団。うわ、やべえ集団だな。こいつ見てみなよ、仕事は盗めるくせに立てないんだって。立ち悪い。おい、切れろ、殴れ。うわー、ちくしょう。おい、立て、すぐ立て。あ、×ボタン連打。あ、なに複雑な操作させてんだよ。たっぷり痛めつけてやら。ほら、やっちまえ。やりな。おい、こら。お、もうやめろ。警官は一応中立なんだな。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほら、もう行け。ああ、仕事泥棒。もっと、あ、もっとちょっかい出してえのに。なんでこっちじゃねえのかよ。うっそ、ちょっかい出させろ。くそ、だから人間の印象がどんどん悪くなってくな。さっきのフランクフルト屋といい。ちくしょう、覚えとけよあいつら。あ、バス停どこだっけ。バス停どこでした。いや、そこだそこだ。近かった。ふざけやがって。バス待つか。じゃあ、あの野郎、覚えとけ、面覚えたからな。うわ、バスかっけえ。2038年のバスかっけえ。あ、入る。うわ、すげえ行儀よく乗ってたな今。なんかアンドロイド人口ってどんくらいいるんだろうね。うわ、アンドロイドスペースなんだあそこ。この世界のアンドロイドは何を思考して生きてるんだろう。何とも思わないのかな。ムカつくとかそういう感情あんのかな、さっきのやつらに対して。今んとこ分かんないね。でもこいつなんか革命起こすやつみたいなことだったと思うけど、終わった。マーカさ、バスに乗った。これはさっきのコナーのステージと違って、まあ、バスに乗るっていう結末しかないんだよね多分。全世界の選択とかそういうのあるんだ。へー、そっか、世界の選択、他のネットワークにつないでるプレイヤーがどういう選択したかっていうことだよね。ホットドッグ屋の屋台に小突かれる 2%。
こういう少数派の選択選ぶと嬉しいな。小づかれましたよ。チックショー。あ、でも他にもそういう細かいのいろいろあったんだ、この感じ。なんか時間かけてやりたくなっちゃうな、つい。続けましょう。2038年11月5日。あ、さっきの。なんだっけ、名前。お店で修理されてた子だよね。メモリーは消えちゃいましたみたいな、そんなこと言ってたけど。なんかこの子虐待受けてたんじゃないかと俺勝手に心配になってるんだけど、そうじゃないといいな。さっき操作した主人公も今はまだ自我が芽生えてなかったのかな。でさっきみたいな出来事の積み重ねで人間を恨むようになっていくみたいな、そんなことありそうだぞ。動ける。ほら来い。あー、来いって言われてる。あー、他のとこ行けないや今は。まったく、まあそりゃそうだよな。ここでどっか行ったらおかしいわな。もう変異体だわな。行きまーす。娘がって言ってたけど、お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたくあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。娘は本当にいるんだな。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。あ、ちょっと口角上げた。いい、はい、トット。1階を片付けたら2階を頼む。まあなんだろうな、機械だから、ツールといえばそうなんだ。あ、でもこのスキャンはどのアンドロイドにもついてんだね。コナーだけじゃなくて、なんで俺コナーだけかと思ったわ。なんとなく調べられるところいろいろ表示されている。手に取る。なんか機械だと分かってても姿が人間だから奴隷のように見えなくもないよね。こういう扱いしてんの見ると。急ぎの作業、ゴミを集める、任意の作業、食器を洗う、電源、掃除機の電源を入れる、庭の様子を見に行く、いろいろあるな。忙しいぜ。なんか今電話も鳴ったけど、はい、あ、なんだこの人の電話か。ちょっと流しどこ、そっちか。多分な。食器を持ってって、本当に荒れ放題だな。使う？使うってなんだ。スキャン、食洗機か。食洗機交渉中。使えねえ。あ、発注した。すげえ、そんなんできんの。その場で足りないものを発注。これ便利すぎるな。まあ、便利すぎてこういう堕落した人間が。え、なになにこれ、なに、コントローラー振れってこと。コントローラー傾けろってことか。あ、なるほど。むず、なんか変わった操作要求してくんな。タッチパッドを繰り返しスワイプ。ああ、なるほど。お皿を洗うようにこするように、タッチパッドをこすれと。面白い操作要求すんな。いや、こんな堕落した人間が現れんのもうなずけるね。こんなに便利だったら。アリス、なんだろう、あの子の距離感は。あんまり仲良くしてくれない感じだね。ああ、またやんの。だこの子もさ、今は自我が芽生えてないんだと思うけど。カーラ、はい、トット。ビールを持ってこい。ただいま。つく。うわ、嫌だな、こういう環境に嫌気がさして、なんかねえ、自我が芽生えていく感じになんのかな。ビールどうぞ。叩き割ってやる頭、そのビール瓶で。あ、掃除機ってあれだな、電源入れる。はい、よし。立派なもんあんな、こんな割とボロい家のくせに。アンドロイドだって高いでしょこれ。カーラーで
あとはなんだあれ、アリス、なんすか。今すぐにそれをやろう。いや片付けるっつんだよ、仕事あんだよ、暇じゃねえんだからさ。いろいろさせやがって。なに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 、え、なになになに、こいつめんどくせえなマジで。え、なに、やめろって。なに、やるよ、俺片付けるよ。あ、片付けらんねえ嘘だろ。あ、ゴミ箱か、今は手に取る。これをゴミをまとめる。うわ、ゴミいっぱいあるぜ。拾う。おお、綺麗になった。ちょっとまだゴミいっぱいあるよ。そのゴミ箱に入んないでしょ全部、そんなちっちゃいゴミ箱に。なんだ、ホッケーでも見てんのかあいつ、のんきなもんだな。うわ忙しい、かつてない忙しさ。ゴミを捨ててくるってのもあんのか。でもゴミまだ回収できそうだよな、だってゴミだらけじゃん。そのテーブルの上とかゴミ捨てようとしたら気悪くしねえかな。テレビ見てっからな。え、これ邪魔でしょあ、でも文句言われなかった、いいんだ。そのピザの箱絶対入んねえだろ、ゴミ袋。おお、ゴミまとめた。で、手に取る。すげえ、プレステ4で地味な家事やってる。プレステ4で荒れた家の掃除をしている。開ける。はい、ゴミ出して。あ、まだ仕事いっぱいあんぞ、カラ急がねえと。他にはやることなんだっけ。あ、なになになに、いや、なんだよ今度はマジで。他には、あ、庭の様子を見に行くってのもあったか、任意の作業。任意だからまあやらなくてもいいみたいだけど。これなんだ、読む。いや、ちょっと読んでる場合じゃなくない。アンドロイド、スポーツの進化か、ハイポックか。あー、そっか、スポーツの扱いってどうなってんだ。アンドロイドの方が強くなっちゃったらなんかな。ちょっと待って、忙しい忙しい。何あいつ、何何に切れてんの。とりあえず報告した方がいいのか。1階の掃除を終わらせる。1階は終わりました。あ、今あいつ何してた。やることやって俺のことをほっなんかやべえことしてなかった。なんかあれ、葉っぱじゃないの。葉っぱやってない、合法なやつ。それそれ合法だろうな。これ合法じゃないやつだろ。やーべえ、何その赤い煙。ちょっと待て待て、とりあえず他の作業いろいろやろうか。うわ、まだなんか増えた。浴室を掃除する。あ、結局庭見に行くってやつやれなかったのか、進んじゃったから。しまったな、先に浴室掃除しようか。任意のやつもできるだけはやっておきたいよね。浴室ってこっちか。あ、うわ、この辺も片付けてえな。あれ、洗面所っぽいけど風呂ではないのか。浴室ってどこだよ、家来たばっかなんだから把握してねえよ、間取り。アリス、どうした。かわいい人形ね。あ、そういうこと言えるんだ。名前は。アリス中立。え、どういうこと。中立って何。アリスの味方するか、あのクズの味方するかみたいなことになるってこと。いや、まさかな。そんなん答え決まってるじゃん、いくらなんでも。いくらなんでもでしょ。とりあえず2階行こうか。これなんだ。ん、請求書か何かか。よし、とりあえず上に。なんか吸ってる音聞こえんな。やめろその声。浴室どこだ、浴室。浴室先に片付けちゃいてえよ。あ、ここだな。浴室を片付ける。
はい、片付けます。はい、片付ける。できる子だな。こんなもん、浴室の中は。あ、そこにもなんかあるな。あ、うわ、こすらせられる。こすらされるよ、タッチパッド。よし、綺麗になったか。働きもんだな。浴室片付けるわ、オッケー。はい、次、2位の作業、オッケー。じゃあ、あのクズの部屋とアリスの部屋を片付けてあげるんだな。ここアリスの部屋か。アリスの部屋先に片付けるでしょ、そりゃ。あいつの部屋はいいでしょ、最悪。で、ここ。ベッド整えて。うわー、カーラ家にいてほしいな、マジで。はい、換気もす。あ、なになに、コントローラーをこクイックイって持ち上げるってこと。たまにトリッキーな操作要求されんな。何かがアンロックされた。後々何かに使えるってことだよね。ここの窓を開けてたことが何かの役に立つってことだよね。何、あの窓から飛び降りて逃げるみたいな、そういうことになんねえよな。なんかいろいろ先を見しちゃうんだけど。ん、あ、開かなかったのか。うん、あ、アリスの部屋を片付けたって出たな今。アリスの部屋はもう調べるもんなし。あいつの部屋はいいんじゃねえの。もうやんねえと進まねえのかな。仕方ねえから片付けてやるか、トットの部屋。娘と二人暮らしなのか。たまになんか立派なもん置いてるよな。ルンバみたいなお掃除ロボットとかさ、なんかオーディオみたいなのあったじゃん、今のも。オールスポーツ、フットボールかな。うん、命の値段、自動運転が生死を決める。こんなアンドロイド作ってんだったらもう車も自動運転楽勝でしょう、この世界は。次の連休は火星でエンジョイとか書いてあった。すげえな、想像つかない世界だな。抗うつ剤、うわぁ、いや、うわぁ、やべえもんある。ちょっと待って、ちょっとその銃手に取れない、アンロックされた。なんかやっぱさ、あいつ暴れ出すんじゃねえの、あの親父は。暴れ出して拳銃で撃つみたいな行動を取れるんじゃないの。窓から逃げるとか。なんかちょいちょいアンロックされてるけど、今アリス通ったな。自分の部屋に行ったのか、アリス。まあ先に片付けていいかな。でまだやることあるけど、この部屋でやること全部終わっちゃう前にアリスに会いに行ってみ。おお、びっくりした、今ビビった。あ、トイレの掃除が任意の作業で増えた。あ、一旦出てよかったね。じゃあ、あいつが使った後のトイレ掃除すんのやだな。なんて献身的なんだ。嫌な顔一つしないんだろうね、アンドロイドだもんね。アリス、私だ。めっちゃ警戒してる。なんかお父さんに日頃から虐待されてるから、こういうなんかね、ちょっと塞ぎ込んだ感じの性格になってしまったんじゃないの、あの子。俺完全にあいつをもう悪だと決めつけてるけど。不思議の国のアリス、さすがに決めつけていいよね、これは。そうよね。あれ、コミュ力あるじゃん。お、親密になった。アリスとは親密になっておいた方がいい、絶対。絶対そうでしょ。なあ、アリス。アリス？アリス？あれ？なんか今 L1 って出たよな。アリス！ヘイ、アリス！ヘイ？あれ見れないのか。あの、別にこれ以上調べるものがあるわけではないのかな。あの、ホットドッグ屋に小遣いた時みたいに、アリスの前にずっといたらなんか発生したりしないかな。
よし、特に何も起きないからまたあいつの部屋掃除してやるか。あとどこだ掃除してねえの。片付ける項目多すぎるだろこの部屋。あーなんか落としちゃった。またなんかやべえもん手に入れるんじゃないの。ちょっとよくわかんない。何今何を見つけたの。何かを感じ取った顔したよね、カーラが。あ、また窓開ける。後でわかるかな。テレビの電源入れる。今関係ないのに片付けてやる。それではスポーツです。まずはバスケット。うん、次。よくわかんねえけど次。え、次。うわー、実写。なんかあのコナーが関わったニュースのこととかやってないかな。あ、これ以上進まないや。大した情報はなかったか。ねえ、コナーが人質を取ったアンドロイドを撃ったっていうニュースあるかなって思ったのに。だいたい片付いたんじゃない。うん、もう調べられるところが雑誌しかない。この雑誌にしても一応さっきも読んだもんね。また来たぜアリス。アリスいるか。かがむ。友達。私が初期化されてしまう前に。私たちは友達。またお友達にならない。好み。好きなものは。好きな遊びとか場所とか食べ物とか私に教えてくれない。わ、心開かねえな、なかなか。うわ、なかなか開かねえ。あなたが名前をつけてくれた。あ、そう言ってた、確かに。カーラ、いい名前。何から信用された。何も返ってこねえ。母親はってなんか言うの怖いな。全部聞いた方がいいのかな。お母さんはどこ。そっとしておくってのも出現したけど、お母さんの話これダメじゃない。あ、なんかちょっと今下がったっぽいよね。しまった、今しまったか、失敗したか。でもなんかルート解除って出たな。くそ、聞かなきゃよかった。聞いちゃまずいかなとはよぎったんだけど。あ、そこ鍵かかってたんだよな、片付けした時。その箱の鍵くれたのか。いちいち本またぐな。トットから新しい指示を受ける。開ける。あ、お母さんの写真ぽいな。ん、四つ葉。大事な物箱なんだねこれ。うわー、家族の写真。お母さんが亡くなってしまってあいつも変わったのかな、トッドも。だとしてもクズだと思うけど。これは、あ、ん、これアリス自身の絵か。なんかやっぱり虐待を受けてる感じなんじゃないの。違うかな。お、あ、これ DV の気配しますよ。ん、あれ、これカーラか、倒れてんの。それでカーラ修理に出されたんだよな。 DV の結果修理に出され、やっぱそうじゃん、虐待されてんじゃん。アンドロイド扱い悪いな。こんなに便、まあ、便利って言い方したら悪いかな。まあでも便利かつこんなにね、優しいというかアリスに寄り添おうともしてくれてるじゃん。扱いの悪さ、不当な扱いの悪さ。
なるほどな。でまたトッドのとこ行くのか。何してる？あ、遊んでるの。あ、喋った。遊んでる。喋れんじゃん一応。こう思ってんだろう。親父はクズだって。そうだよ。仕事もねえ。思ってるよ。会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあいい、憎いんだろう。なんだ、酒と葉っぱで攻撃的になってんのか。これはこれは無口にもなるでしょう、この子。俺は何してんだ。うわ、クズだけどかわいそう。なんだこれ。許してくれ。ごめん。父さんもお前を愛してる。わかってるだろ。きつ。これを見てアンドロイドは何を思うんだ。いや、これきついな。あれでもなんか窓をね、開けたり銃見つけたりとかで何かがアンロックされたの。何かの、ん？ちょっと待ってね。ズーム。カーラが銃を見つけるとか。うん。カーラが下に降りる道に気づく。下に降りる道に気づく。あー、部屋、窓を開けてか。やっぱりなんかあの親父から逃げるみたいなことあんじゃないの。うわー、一回結構逃してるのあった。世論無関心。あ、そういうのもあった。ニュース見たり雑誌読んだりなんかそういうのでよ世間に関心を持ってるみたいなステータスになる可能性があるってこと。これ面白いな。普通に普通のこと言っちゃったけど、これ面白いな。へえ、世界の選択。まあさすがにこのシナリオはほとんど 90% 台。まあ自然とほとんどの場所調べることになるもんな、多分。俺一回は結構逃しちゃったけど。あ、でも掃除機の電源とか 60% 台とかだったりするんだ。微妙に気づきづらい場所にはあるもんね。え、これちょっと待ってよ。どうな、なんかこのゲーム止まんないな。このゲーム止まんねえよ。いつやめりゃいいんだ。もう一番最初動画撮り始めた時からずっとやってるんだけど、一旦この辺で一区切りにしましょうか。あ、でも一旦中断しようと思ったけど、セーブして中断するみたいなのはこの画面じゃないのかな。でもオートセーブになってるよな多分。あ、でももうこんな感じになるともう続けちゃうじゃん。続けちゃうよ。始まっちゃったら続けることになっちゃうでしょう。あ、またこの男だ。この男もまだ自我を持ってないのかな。よく分かんなかったな。喋んなかったしね、前のシナリオでは。マーカス、すげえいい家住んでる。品物を置く。この画面からだったら中断できんのか。まあでも基本的にオートセーブされてる感じで、いつでもやめていいと言えばいいのかな。じゃあまあ今回は一旦ここらで中断しておこう。メインメニュー戻って、前回のセーブ以降の進行状況が失われますが、オートセーブされてるんだよな多分。されてるはずです。主人公3人のね、運命というか、どこで3人が交差するのかっていうのも楽しみにしておきましょう。あとまあ忠実に命令に従うだけだったアンドロイドたちがいつ自我を持って、まあ、いわゆる変異体として動き出すのか、コナーやマーカスたちが、ちょっと楽しみがあって早く進めたいとこではありますが、はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。